どうも、エルザレットです。はい、どうも、RTS ヒッポでーす。どうも、風水でーす。はい、ということで、コラボ第3弾ですね。やっていきたいなと思います。やったー、お願いしまーす。よろしくお願いしまーす。お願いします。こちらのゲームは何ですか？こちらのゲームは、そうですね。一時期流行ったアルティメットチキンホースというゲームで、PS4 ですね。はい、今回は、そちらの方やっていきたいなと思います。お願いします。いや、初めて。全然やったことがない。いや、風水的にもプレイ自体は初めてだからね。あ、本当にもう全く触れたことない。これに関しては説明するよりもやった方が早いので、ここに皆さん集まっていただいて、はーい、強制スタートだ。はい、人数が多い方をやるという感じなんでね。で、簡単に言うとゴールに向かって行ってくださいという風になってます。ほう、はい、は？なに。じゃあ俺これで、じゃあこれで、え、どういうこと？全然わかんないんだけど。あ、どれかアイテムを、で、これを何やってんの急に。で、一応 LR でこう角度を変えたりとかできるんですけど、まあ思い思いに好きなところに置いていただければ。間違えてチャット画面を見せちゃったね。あ、ダメなんだここ。あ、ゴール、そこ、あ、スタートがゴールでそこなの。あ、やばい、配置が残り時間が決まって。じゃあここで芝ないよ、あ、芝ないよ。いけなかったんじゃねえ。俺とりあえず、はい、ゴールに行けば。待って、何やってんのみんな。あ、全員。ヒッポさん見てたら普通に落ちていった。俺はまだ生きてる。え、待って、もう動かないのですね。簡単に言うと意地悪してゴールをなかなかさせないようにするっていう。いや、あれ知ってるだろ。あれ、俺ここに置いたの間違いかもしれない。結構痛めたな。これは気合で。あそこに置いたら邪魔なんじゃないって思ったけど、これ完全にやらかしたかもしれない。消したい。で、基本的には今みたいな感じで、邪魔してもらうという感じになりますね。だから足場だ、やっぱり必要なのは足場だな。からこの上にたどり着けばいけるよみたいなのを作ればいいんだね。そうだね、まずゴールを作る。こういうことだね。そういうこと。ここゴールはできるし。危なくないですかそれ。なんか嫌な予感がするもん。あれ、あんな感じで動くの。いける。待って、みんな待ってない。あ、そういうこと。いやちょっと待った、ちょっと待った。今風水さん絶対死んでたよね。俺ゴールしてんの。待って。あれ、俺なんで生きてんの。今風水さん刺さってたでしょそこ。そうそう、デスゴタイだ。そう、タイデスゴゴール。そうです、そうです。そういうのあるんだ。っていうのもあるんで。面白い。いや、いろいろと、まあどんどんこう回を重ねていくごとに邪魔アイテムが増えていってっていう感じになります。なるほど。立ちが悪いな、立ちが悪いな。ここだな。すげえ難しくしちゃったかもしんない。しちゃダメだから。あ、何もせずともやばいな。あの矢やばいな。ブラックホール完全にミス。やられてる。ただおかげさまでおかげさまでね、編集でスローしなくてよくなったんで。待って。あ、あのブラックホールいらねえ。あれブラックホール難しくなった。あれ地獄だな。待てよ、これはちょっとダメだな。あ、これだ、これを、あ、カニだった。これ消します。自分で置いたブラックホール消します。こういうの。あ、いいね。あ、その足場いい。あの弓厄介だな。あの弓超厄介だよね。この階段も厄介だな。これ登れないよね、階段。飛んでくる。一歩飛んでくるよね。さあ、こうなると、このだから油の上にいたら多分ジャンプが低いんだ。そうです、蜂蜜になってて、ね、蜂蜜か、あれ油じゃん。一応蜂蜜みたいですね。はいか、に忠実だな。いや、どうしよっかな。
罠を置きたくなっちゃうけど、やっぱこうゴールできる壁とかを、そうそう、逆にね、逆にゴールしづらくするみたいな。みんな簡単だな。よし、やっと。あ、落ちちゃった、落ちちゃった。よいしょ、上がりの。え、これると、これって当たる？あ、死ぬんだ。これ死ぬんだ。あ、もう、ちょっといつの間にか二人とも。やばい。あれ死ぬんだ。本当は積み木を作りやがった。あの上のやつダメでしょ、エルゾさん。あれ置いちゃダメだったやつでしょ。あれは置いたらダメでしたね。じゃあ、どうしよっかな。奥に引くし。待てよ。あの振り子すげえ邪魔だな。どうしようかな。振り子になってないそうな気がしなくもないんだけど、大丈夫？上ルート完全潰れるよね。潰しに。行きますか。ルートを行きやすくしよう。これで弓やったら。まさか。危ね。まさかの。危ね。でも結局上からになるでしょ、こんなん。待って、おお、ね、潰れた俺。あ、これ潰れるんだ。いやー、圧死された。飛ばされた。あ、うめえ。いやー、で、やばい、あの、ヒッポさんが飛んでいったね。今、フライ入っちゃった。iPhone は、iPhone ってかれた。ちょっとこれはまずいな。難しい。いやね、やっぱね、僕が余裕勝ちになりそうですね。これはまずいぞ。RTS の威厳にかけて、アライグマ頑張るんだ。ね。あ、これは完全に上が。プレルート完全潰しちゃおう。もっと下。もっと下？どこに置ける？よっ。あ、何かに設置しなきゃダメなんだ、これ。です。設置型なので。ちょっと待って、あれ誰だ、誰だ、あの飛んでくるやつ置いたの。下ルートから行くぞ。下ルート行くの？あって。あ、そう。あ、壁切ったの。おお。うまい。戻った。今。わ、足場ルートかな。刺さったな。今だ。おお。見えた。見えた。よっしゃ、一人勝ち。いやー、いや、いけるな。これは来たな。これは誰も勝たせない。誰も勝たせない。なんか動くようになったんだけど、あれ。あ、今ので結構生き方見えたから、すげえ、あの足場置いたの完全にミスだったわ。誰これが動くようにしたの？なんでこれ動く？ヒッポさんちょっと静かに落ちるのやめましょうや。ヒッポさんいつ死んだの？ヒッポさんいつ死んだの？あ、早くゴールしたいから。多分あの後でね、あの編集で綺麗に、あ、難しくね。いやー、これ難しくなったな。今だ。あ、よし。おお。死んだかもしれないけど、やった。いやー、逆転。いやー、マジかー。いやー、これ悔しいねー。なるほどね。まあこんな感じですね。やってみたら多分わかると思うんですけど、すげー楽しい。じゃあどうしましょうか。もう一つします？それとももう一個やっちゃいますか。やっちゃいましょう。すべてを理解した。じゃあ、そうですね、そろそろ買っていただいて、屋上行きます。 OK です。じゃあ行きましょう。いやー、ただね、見てる方はわかると思うんですけど、ヒッポさんね、点数で言うと1点しかもらってないんでね。トラップで倒したっていう、あの、頑張って。屋上なんもない。でもこう下が多分ダメなんでしょ、落ちたら。ですです。今回は下がダメですね。じゃあやっぱこういう平らな足場が必要なんですよ。そうそう。
それをちょっと置いていただいて。これ道具の役割とか全く分かんないもんね。その丸っこい輪っか何そう、なんかテレポートできんのかなってさ。あ、そういうこと？これ多分入ったらいけるんじゃない？行く、はい、待ってどういうこと？あ、先にグンミさんに入られたのか。そういうことだね。ワップしてしまうんで。今行けるんじゃない？なるほど。そういうことか。これあれだな、対戦の問題か。許さんぞ。このゲームいかに邪魔するかなんで、で、例えばずっと勝てないっていうことがあったら、回数が決まってたかな、多分。なるほど。やったな。多分ここ、いや、俺はここ届くと見てる。今スッって消えたな。いや、タイミング全然合ってなかった。いや、自分でやられると思わなかったな。なんだこれ、もあれか、爆弾か。これ足場にもなる剣攻撃のやつでしょ。あ、ですね、それに関しては。いいね。どうしよっかな。じゃあこれをあれの高さに置きたいな。この辺かな。遠くから飛んでくるやつ。これもやるしかないね。一歩。ああ、止めれるっちゃ止めれるの。あ、ああ、死体すら残らない。ええ、出てくるかい。そうか、あの牙がいい感じに当たってたの。うめえ。あいつ、あいつ、どういうこと。よしよし。こいつは何、こいつは何なの。さあさあさあ、トモさん負けそうって出てるよ、頑張って。いやあら、足場をね、潰していこう。ヒッポさん、置くのいいんすけど、ゴールできるんすかっていう。あれは、トロルートだな。今、俺、しかばりになってみんなに道示したからね。いやちょっとヒッポさんをね、ちょっと今ヒッポさん待ちだよ、頑張って。あそれ俺のだね。そう、俺の。あーマジ。足場が届かなかった。いや、あのトラップきついわ。あのパンチに強えな。おお、面白いな。あので、爆弾のサイズで、あの壊す範囲が変わるっていうやつですね。ああ、なるほどです。ダイナマイクだと1個壊すよと。じゃあ芝増やそうかな。だからちょっと俺がさっき不備があってもう抜けてくるから、もうにょこ、これでこの入り口で縄跳びする必要はなくなるはず。あの木箱がね、埋めてくれるはずだから。よしよしよし、こういう入り口の安全が確保されたね。あっね、あ、ちょっと待って、思ったより滑るんだよね。思ったより滑りがいいんだよね。そうそう、これ結構その滑りが難しくて。だからそっから行って越えられるよ、ヒッポーさん。そのトゲトゲ。ほーれ！あ、うまい！ナイス！やっぱ同じだね。あのパンチング邪魔だな。上ルート潰されますね。いやー、意外としかも乗れないという。あ、やっべ。逆転。あ、やっべ。逆転された。逆転でかいなぁ。ポイントでかいな。コインコインコイン。コインを。ちょっとブラックホール危ないから。この辺に置いとこう。なんかマリオでよくありそうなところにコイン置いたな。そう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 。取りづらいとこね。取りづらいのに一回回らなきゃダメっていうとこにコイン置いとくと。で、コインが欲しいから富士山行くんだよね。そういうことです。いや、面白いですね、こう攻め方が。当たりよ、それ。おぉ、すごい。すあっ。ダメだ、もう全然。これ、俺逆転来たんじゃない。よし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 。大体みんな並んできたよ。いや、いかんっすね。エルドさんも1位狙っていただいて。頑張らないと。みんな慣れてきたでしょ。
もうね、ヒッポさんも慣れたでしょ。じゃあ俺、チェンジザワールドが怖くなるように。そうそう。しかもね、このルートが一番もう安全だから。ヒッポさんが、今、あっいやーよくいけるなぁ。うめぇなぁ。結局ミスった俺、時計取りに行ったら死んだ。ハハハ、縄跳びして、おぉ意外と自分で仕掛けたのに、おぉやべぇ。さあさあ、やばい終わったんじゃないこれ。そうなんですよね、俺が、なんで勝ったらワンチャンあるね。俺は勝てばですね、1位になった人勝ちそう。待ってと、どうしよう。めちゃくちゃ悩んでる。めっちゃ邪魔しようとするじゃん。はい、うわ下ルート潰したな、これは。これはもらうぜ。おお。しゃあこれは来たんじゃない？待って待って、おお。誰こだぜこれ、プリンカーを。よし。自分の罠で。それ自分で置いたよね。イボさん最低クリアしなかったら100ポイントたどり着かないよ。いやーめっちゃゴールで煽ってるな。いやー、おっ、あったー。これどうなるの、サドンデスみたいですね。何そんなんの。いや、そもそもヒッポさんいないっていうね。ヒッポさん煽ってんだ。ほっ、おお。あ、え、なんで。まさかの順番。いやー、究極の羊でした。いやー、やっぱ勝ちましたね。オッケー。というわけで、いやー面白かった。別にオレンジのエルザさんと水色の風水がね、ただ二人でやってたようなところもありつつ、ヒッポさん一戦目ひどかったからね。ちょっと全然つかめなかった。ちょっと操作感が慣れてきたね。うん、いいね、これ延長戦あるね。ありますね、うん、じゃあとりあえずここで一回切りますか。はい。うん。じゃあ、ね、今回はじゃあここまでということで、そうですね。また続きをしていきたいなと思いますので、続きの方もご覧いただければと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ですね。あとは RTS さんの方の情報も概要欄に書いてありますので、そちらもご覧ください。そうですね、続きに関しては RTS さんの方で放送しておきますので、そちらも楽しみにしておいてください。ということで、よろしいでしょうか。大丈夫です。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。言わんかい。